皆さんごきげんよう。神川かおりんです。ヤフー知恵袋を見ていたら下記の質問がありました。今回はこちらの質問にお答えしたいと思います。それでは早速いってみましょう。質問1、読み上げソフトを探しています。テキストを読み上げて YouTube にアップする目的で使います。有料無料どちらでも良いですが、音の質やアップのしやすさなどおすすめのソフトを教えてください。よろしくお願いします。2020年11月23日質問に、音声合成ソフトを無料でダウンロードしたいのですが、やり方がわからないので教えてください。なるべくわかりやすくお願いします。2012年2月5日ということなんですが、テキストを読み上げること自体は iPhone の標準機能で可能ですので、今回はiOS の標準機能よりもより高品質の読み上げで、かつ無料で使えるものについてご紹介したいと思います。それでは早速行ってみましょう。 1iPhone スマホのみで使えるもの、これはなんといってもキャップカット無料の読み上げ機能が素晴らしいです。日本語だけでも男子、女子、少女、お姉さん、タワゴの5種類があり、どれも自然な声で PC 顔負けの高品質な音声です。タワボって可愛いボイスの役だって知ってました？私は初めて知りました。ふふふ、ただ一度に180文字しか変換できないので、その点だけがちょっと面倒ですね。あとの iPhone 用の音声合成アプリには iPhone の Siri を超えるものはありません。なんとも残念ですね。談合でもしてるのかしら。 2iPhone と PC で共に使えるもの、 A Google クラウドテキスト2、スピーチ無料、ベーシック男性に、女性に、ウェーブネット男性に、女性にの計8種類の日本語音声があります。 B マイクソフトアズールテキスト2、スピーチ無料、日本語で男性、女性の2種類の音声があります。しかも話し方でジェネラル、チャット、カスタマーサービス、チアフルの4種類があります。 C パパ語翻訳無料、本来は翻訳アプリですが読み上げもできます。しかもかなり声品質です。 D マイクロソフトワードの読み上げ無料、男性、女性の2種類があります。これらの音声は iPhone で画面録画して音声をキャップカットで抽出すれば利用できます。 3PC でのみ利用できるもの、 PC で利用できるものは有料のものならばボイステキスト、ボイスロイド、アイタルクなど優れたものが多数あるのですが、値段が高すぎますよね。ちょっと遊びに使うにしては高価すぎますよね。手が出ません。なので無料のものはないかなと探したところ、ありました。 A ボワセボックス無料、四国ネタン、ズンダモン、タスカベツムギ、アマハラシハウ、ナミウンリツの5つのキャラクターがあり、さらに四国メタンとズンダモンにはアマアマ、ツンツン、セクシーの3音声があります。これらはいわゆるカワボ系で無料で使えるということはとてもありがたいですね。 B セビオクリエイティブスタジオフリー無料、ネットを探すとまだあります。佐藤ささらのキャラで喋ることができます。テキストの読み込みはCSV 形式に変換しないとインポートできませんが、 Excel などで簡単に変換できますので、興味のある方は試してみてください。ということで、無料でも楽しめる音声合成アプリは結構あります。ぜひお試しください。以上です。